奥田英二は日本の俳優、映画監督、画家。旧芸名、奥田英二。本名、安藤豊明。愛知県東春日井郡軍構造寺町出身。東方高等学校卒業。明治学院大学法学部中退。ゼロピクチュアーズ所属。妻はエッセイストの安藤和。長女は映画監督の安藤桃子。次女は女優の安藤桜。 小学5年生の時に、大友龍太郎の丹下左前を見て、衝撃を受け、役者を志す。役者になるには体格を良くするべきと考え、中学では野球部、高校ではラグビー部に入る。特に高校に入ってからは、身長が大きく伸びたという。大学進学を前に上京し役者を目指す胸を、春日市議会議員であった父、 豊かに打ち明けるも反対されるが、政治の勉強をするためと説得して、了解を得る。東方高等学校卒業後、明治学院大学法学部に入学。同時に、父のつてで、には平助大義士の秘書となり、住み込みの所生生活を送る。大学では、演劇部にも参加しており、当時は、変身一も先輩部員として在籍していた。議員秘書としての仕事もこなす。 学生生活を過ごすうちに、自身の本分の是非に悩み出本。大学も中退する。その後、改めて役者を志願し、いくつかの劇団を当たったがタイミング悪く、試験を受けることもできずとんざ。高校の先輩でもある俳優のアマチシゲルに指示し、約2年ほど付き人を務めたが、将来に不安を感じよ逃げ同前に飛び出してしまう。生活のために、 夜の仕事で食いつないでいたとき、客に促され、モデルの仕事を始め、CM などにも出演するようになる。だが、俳優の夢を捨てきれず、当時のマネージャーの協力を得て、1976年に、円盤戦争バンキットの主人公、天馬昇、る、ンキットペガサス役でデビュー。しかし、その後しばらくは役に恵まれず、不遇時代を過ごし、家賃が払えずに、 アパートの鍵付きドアノブを交換され、一時期は公園でホームレスのような生活をしていたという。この頃に知り合い、後に妻となった安藤和は家に招いて食事を振る舞っていたと回想している。また、この間、品川岸壁の荷上げ、スナックのウェーターなどの食を点々としながら食いつないでいた。1979年、日活のもっとしなやかに、 もっとしたたかにで実力を認められ、続いて、もうほうはつかないに、桃井香里の相手役として出演する。宮本武蔵のまた八役を演じて以降 TV ドラマ、金曜日の妻たちへ、スリーコイに落ちて、男女七人夏物語、金曜日には花を買って、などへの出演により、人気が上昇。これらの役柄によって、女性ファンを獲得し、 不倫してみたい俳優ナンバー1という称号をもてに入れた。しかし、本人はあくまで映画志向が強く、テレビ出演を続けつつも映画にのめり込んでゆく。1986年には、海と毒薬で、熊井景監督と出会う。36歳にして、映画では、初の単独主演をつかみ、毎日映画コンクール男優主演賞などを獲得した。これで一皮向け、千里九本。 サトルボーイブン、部物語、光ゴケと立て続けに、熊井作品に出演する。これらの熊井作品で海外でも知られる存在となり、1992年には、クロードガニオン監督による、カナダ映画、ピアニストで、天才ピアニストに奮し、猛特訓したという演奏場面も披露した。1993年公開の映画、棒の悲しみでは、 ブルーリボン賞をはじめ国内の映画賞を多数受賞した。以降も、ヤクザからアダルトビデオ会社社長、パチンコ屋社長などアウトローな役を難なく演じる。積極性を武器に50本以上の映画に出演している。2017年、娘の安藤桜が妊娠、出産したことにより孫が誕生した。元来、転職と自覚していた役者だったが、42歳の時に、 監督やるぞ。と思い立ち、周囲に宣言。しかし、経験不足からか自信を持てずに挫折。その後基礎から映画制作を学び、48歳にして助監督を経験。50歳を迎えた2001年に、少女、アン・アドレセントで念願の監督デビューとなる。2006年1月に松坂恵子を主役とした、ルニンを公開。共に、 国内外の映画賞で多数の賞を獲得。3作目となる、長い散歩は、奥田がどうしても仕事がしたかったという尾形健を主役に配し、モントリオール世界映画祭で日本映画として1982年の佐藤淳也監督作、未完の対局以来2作目となるグランプリを受賞。さらに国際批評家連盟賞とエキメニック賞も同時受賞し、 計算官を獲得するという快挙を成し遂げた。オリジナルアルバムさよならのスイング土曜日の二人季節の途中で思い出は単語に染めて悲しみを眠れ、シークレットファンタジーラッシュアワーから愛を込めて、ララバイなくした同系卒業試合遺体の底がそりゃあないぜ夢にまみれて、乾いた朝エンドマーク待ち人昇夜曲夢から覚めれば、ブラックバージン生命をかけて、ありがとうございます。